どうもこんにちは。オクテットメンズファッションチャンネルのムンです。今日はですね、アントレアミの新作を紹介します。オクテットチャンネル。はい、ということで今日はですね、まあ、さっきもねお話したんですけど、アントレアミのね、新作が入荷したので、ちょっとそちらを詳しくご紹介していこうかなと思います。はい、ということでね、まあ、アントレアミですね、去年の、春夏からうちは入れ始めて、そしてすごくね、人気があります。はい。まあ、持ってる方はご存知かもしれないですけど、アントレアミといえば、やっぱりね、イタリア、これぞイタリアみたいな感じの、すごく細くて、ピタッとした色っぽい形。これが一番のね、魅力かなと思います。はい。それを、もう、まあ一番体現してるのがやっぱりこのブランドなんじゃないかなと思いますね。で、特に今回も入れてるんですけど、ガガっていうモデル。まあこれ一言で言うと、股髪が浅くて、で、裾もちょっとね、首だけぐらいになっていて、で、何よりも細いっていう、そういうデニムです。で、ただ細いんじゃなくって、しっかりテーパードは効いてますし、何よりもね、形がね、すごく綺麗で、ちょっと色っぽいような形をしてるんですよね。これがまあ、すごくね、人気の一番ゆえんかなとは思います。はい。まあ、なんで本当にこう、イタリアデニムっていう特徴が全部入ってる。そういうデニムが、このアントレアミのね、良さかなとは思います。うん、で、まあ、本当に去年も人気で、で、もちろん秋冬も人気で、で、今回ですね、また春夏、入荷したという感じです。はい。はい。ということで、今年のものをちょっとね、紹介していこうかなと思います。大きくは、そんなに変わんないんですよ。うん。入れてるモデルは、ガガになります。はい。まあ、ガガは本当に普遍的なモデルなので、まあ、コロコロ変わるイタリアものの良さっていうのもありますけど、ずっと変わらない。まあ、逆に言えば、これさえあればっていうような形でもあるので、持っていてね、全く損はないかなと思います。今年もガガで入れてます。今期のね、アントレアミのガガの特徴なんですけど、うちは今回ね、かなり春夏に、まあ、寄ったと言いますか、特化した、生地でセレクトしてます。はい。何かっていうと、結構薄いんですよね。うん、去年は、もう少し、オールシーズン向きの、生地感のものを入れていて、で、まあ、どっちかっていうと、色味はね、結構春夏っぽい感じだったんですけど、今回は、かなり春夏に寄せたね、生地でセレクトしてます。何かっていうと、かなり薄いんですよね。うん、まあ、これはちょっと、動画越しではなかなか伝わらないので、まあ僕のこの触った感想から申し上げると、まあデニム特有のちょっとこうザラザラした感じと言いますか。はい。ちょっとザラついたような感じで、まあちょっと硬いなっていうところから馴染ませるようなね、良さっていうのがデニムにはあると思うんですけど、これはもっと、なんていうかな、ちょっとシルキーな手触りと言いますか。はい。まあスウェットまではいかないんですけど、でもそれに近い。そのくらい柔らかくて、すごくサラッとしたね。ドライなタッチで履きやすい感じかなと思います。うん、例えるなら、この厚みはね、ちょっとこうヘビーオンスなカットソーみたいな、そのくらいの生地感ですね。うん、なんでまあ、結構ね、こう揺らすと、裾が揺れるっていうか、ひらひらな感じなんですよね。うん、まあ本当に軽い感じに仕上がってます。では持った感じも、やっぱりすごく、軽いです。はい。で、まあ、この加工感っていうところは、結構ね、されてますね。はい。で、かなり薄い感じですよね。まあ、ブルーデニムっていう感じで、すごい春夏らしい一本かなと思います。そして、ブラックデニム。ブラックウォッシュデニムですね、これは。で、こっちも生地は同じです。なので、春夏向きの、より薄い生地になってます。はい。で、この生地もう一個ね、すごく伸びるんですよね。これもちょっと伝わるかなっていう感じなんですけど、うん、こんな感じで、横結構伸びます。まあ、こう、アントレアミのね、デニム自体は、基本的にやっぱりすごく細いので、ストレッチはちょっと効いてはいるんですけど、まあ、これはより効いてるっていう感じですね。で、まあ、ちなみになんですけど、アントレアミ大体、コットン98の、ウレタン 2% っていう配合率が、まあ、鉄板ではあるんですが、このデニムはコットンが 90%。そして、ポリエステルが 8%。
にポリウレタンが 2% という感じなので、まあ、ちょっと配合率も変わってます。なのでね、まあ、普段の、自身がね、ご自身がお持ちのアントラミのデニムの生地感とは、やっぱり全然違うような、より本当にサラッとして、サラッと履けるような生地感に仕上がってます。で、細かいとこなんですけど、まあ、あと目を引くのは、この一個一個の、付属のボタンだったりとか、そういったところですね。まあ、全部ご覧の通り、ゴールドになってます。はい。ちょっと高級感がありますし、なんかイタリアっぽい感じですよね。うん。そして、ボタンもね、こんな感じでゴールドで、ジップフライではなくて、ボタンフライです。うん、でもこの生地感なので、まあ全然硬くないですね。はい。すごくすぐ取れるし、すぐつけれると思います。結構やりやすいんじゃないかなとは、個人的に思いますね。うん。はい。ということで、まあ特徴はね、こんなところなんですけど、あとは、履いてみて、お見せできればなと思います。まずはこのブラックから、ちょっと履いてみます。はい。ということで、こんな感じですね。いつも通り履いてみました。はい。まずね、率直な、感想が、楽。本当に楽です、これ。めちゃくちゃ楽ですね。すっごいストレッチもね、こう効いてるんですよね。こんな感じです。すごい楽で、で、あと本当に、まあ、僕の触った感じのシルキーっていうことは、まあ、履き心地でも同じですね。なんていうんですかね、すごくサラッとしてるんですよね。なので、涼しい。うん。非常に涼しい。で、生地は本当に薄いんですけど、まあ、加工感もしっかりしてるし、何より本当にこの履き心地と、この薄さ、この肌触り。これが今回のガガの一番のやっぱり魅力かなとは思います。めっちゃ履きやすいですね、本当に。で、形はやっぱすごい綺麗ですよね。うん、本当に綺麗です。で、結構これ僕、まあ、パツッとなってるんですけど、やっぱこれぐらいで履いた方がガガはかっこいいと思いますし、かなりね、今回のデニムはさらに伸びるので、これでも全然楽です。何のストレスも、正直感じないですね。うん、で、まあ、ガガなので、やっぱり股上は浅いですね。僕のこの腰骨このぐらいなんですけど、それより若干下ぐらい。で、まあ、やっぱ下で履く感じのパンツかなとは思います。こういうね、シンプルな感じでも、シルエット綺麗だとすごく様になるし、何よりこのデニム本当に、まあ、一言で言うと本当に楽なので、すごいいいかなと思います。じゃあ次はブルーも履いてみます。ということで、ブルーデニムを履いてみました。はい。爽やかですね、すごく。うん、で、まあ、生地は全く一緒なので、やっぱりこれももちろんすごく伸びるし、やっぱ楽ですね。あとこれほんとね、多分涼しいです、めちゃくちゃ。まあ、今そんな暑くないんで、そこまで感じないかもしれないですけど、正直真夏にデニムってね、まあ、全然履くんですけど、まあ、みんなね、どこかしら暑さ我慢してるとは思うんですよね。うん、これなら、結構いいんじゃないかなと思います。はい。まあ、やっぱこの薄さですかね。非常に、涼しいかなと思います。なのでね、真夏になると、やっぱこう短パンの出番が非常に多くなったりとか、あんまこうデニム履かないんだよね、みたいな人は、これがいいんじゃないかなと思います。これなら、多分夏でも、暑いね。名古屋もだいぶ暑いんですけど、夏は。全然いけるかなと思います。うん。で、まあ非常にね、多分洗いやすいと思いますね、これなら。うん。そういったところからも、履きやすさと、まあ夏の扱いやすさっていう部分では、本当に今回は春夏に特化した、非常に履き心地が良くって、よく伸びて、で、なおかつ涼しいっていう、そういうデニムを、セレクトしています。非常にいいですね。ということで、今日はですね、こんな感じでアントラミの新作を、紹介しました。本当にですね、今年は、もちろんね、ガガっていう形だったりとか、まあアントラミのね、良さっていうのはありつつも、より、春夏に特化した生地なのかなっていうところが一番のね、特徴かなと思います。まあ、本当に履きやすいんで、これはね、もうデニムを履く感覚っていうよりは、やっぱスウェットをね、履いちゃってるようなね、感覚に本当に近いです。まあ、細い分これだけ伸びてくれたら、まあ、本当にストレスなくね、履けるんじゃないかなと思うので、やっぱり春夏にはよろしいかなと思います。気になった方はですね、ぜひ一度履いてみてください。はい。ということで、僕らの動画ですね、こんな感じで毎日、8時更新してます。基本的には、服にね、関わることを全般お話ししているので、気になった方はぜひ、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。
はい。あとですね、まあ、こんな感じでいろんな SNS もやってますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。お願いします。というわけで、ムンでした。バイバイ。